朝練はこのぐらいでいいだろう。次は村の見回りでもしようぜ。お前が道場を継いでもう5年か。ずいぶん変わったよな。そうか。都の方はずいぶん物騒になったって言うしな。怪物やら盗賊団やらの犠牲者も結構な数になってるってみたいだな。いろいろ変わっちまったよ。親父さん心配だな。大丈夫だよ、あの人なら。今までは平気だったけど、俺たちのスタール村だっていつどうなるか。ごめん。なあ、あれミキじゃないか？ミキ？ミキももう18だっけ。ずいぶん大人っぽくなったよな。ずっと妹同然だったからな。まだまだ子供にしか思えないよ。ちょっと行ってみよう。どうしたの？なんかあっちの方に人影が見えた気がして。人影？多分最近物騒な噂が多いから気になって。あの影、マジか。いたよ本当に。がっつりと怪しいでしょ。どう見たってスタールのやつじゃないな。どうする？ね、どうしたらいい？村長に報告して対策を練ろう。おい、いいのか？あいつら放っておいて。ここから捕まえに行ったって逃げられるのがオチだ。それより迎撃の準備をした方がずっといいだろ。さすがは神譲流の正統後継者。軍師っぷりも親父さん譲りだな。村の外だとお前俺を巻こうとするだろ。外に出るなよ。本当なのか、その見張りとかいう話は。確かです。で、何者なんだ？エイタロン。エイタロン？極悪非道って噂のあの盗賊団か？実際盗賊団なんていう規模や凶暴さじゃないようだ。5年前父が都に招聘されたのもエイタロンに抵抗するため、国中を回って武術を指導するためだったんだから。無理だ、そんな連中に目をつけられてどうしろというのだ。村長、どうしたらいいんだ。
私は戦のことなど何もわからん。村長、落ち着いてください。村長が慌てていては村のみんなも動揺します。私が戦いの指導をします。フィデルに。ま、他に敵役もいないわな。頼む、フィデル、この村を救ってやってくれ。全力で当たります。いつ来るかわからないのを待ってるってのもじれったいな。そうか、男たちはみんな思ってるさ。これで来なかったりした日には。来ないならその方がいいに決まってる。防げるかな。相手の規模にもよるけど、多分一度なら。一度か。二度目は厳しいだろう。みんなの心身も建物も痛む。どうする。中央に援軍を送ってもらうしかない。それもこれも最初の襲撃に耐えた。お前は女子供を道場へ誘導しろ。分かった。みんな戦闘準備だ。ミキ、はい、助けて。ダメだ。すみません。すまない。こういう時はありがとうでしょ。はい、どうぞ。みんないるぞ、早く。ミキ、力決定機構だから。お前、パリキリの時の態度でかいよな。わかったよ、気にしろ。やった。他も守らないといけません。村長はそのまま隠れていてください。やる。今度はどうしようか。ここは大丈夫だから。フィデルは東京のところへ回してくれ。せいっ、どうはも。なんとか。今回はなんとかなりました。ありがとう、本当にありがとう。今回は撃退できましたが、次はどうなるか分かりません。次？奴らがまた攻めてくる。おそらく。ああ、嘘だと言ってくれよ。で、どうすんだ。何か考えがあるんだろ。国に援軍を頼みましょう。
援軍、それはいい。すぐに出発します。お前の軽口もしばらく聞かれないな。寂しいか？せいせいするよ。ひでえな。無事に帰ってこいよ。絶対に間に合わせる。それまでスタールのみんなを頼む。引き受けた。私も一緒に行くから。は？一緒に都まで行くの。ふざけるな。早く帰れ。おい、待てって。どんなに危険か分かってるのか。危険だから行くんでしょ。ゆうべだって危なかったじゃない。
人じゃ行かせられない。わがまま言うな。私が危なくなったら助けてくれるって信じてるから。おいミキ、連れてってくれないなら一人で行くから。盗賊に捕まるかもしれないし、凶暴な動物に襲われるかもしれないけど、それでも行くから。決定事項だから。勝手にしろ。なあ、もう分かったよ、連れて行くから。やった。その代わりしっかりついてこいよ。はい。
まだ。強くなれる。はい、まだまだ成長しちゃうよ。まだ強くなれる。
み拝見だ。どうにやれば。まだまだ成長しちゃうよ。
鍛錬のおかげだな。まだまだ成長しちゃうよ。しよう。助かります。よそ見をするな。まずは敵に集中しろ。はい。
けていろ。呪印術を使えるのか。こんな町の近くに。無事で何より。私はビクトル・オークビル、レスリア軍に所属している。彼女はニキ・ソーベスター。はじめまして。フィデル・カミューズ、スタールという村で剣を教えています。カミューズ、やはり君の剣はカミューズ流なのか。はい、そういうあなたの太刀筋にもカミューズ流の影響が見えますが、軍で父の教えを受けていらしたんですか。無論だ。ダリル殿に息子さんがおいでだとは。この辺りは危険だ。私たち村を代表して都に援軍の派遣を嘆願に行くところなんです。実は私たちの村がエイタロの襲撃を受けたんです。図々しいお願いなんですけど、どなたか権限のある方を紹介していただけませんか。共に剣を交わした縁もあれば、ダリル殿との縁もある。うまくいくかどうかは保証できんが、どうどうしよう。ありがとうございます。国は力を貸してくれますか。時期的には難しいかもしれない。だがダリル殿のお口添えがあれば。カミューズのおじさんが。ダリル殿は現在レスリア王国の軍事顧問兼剣術指南役についておられる。軍内の先生の発言力は絶対だ。おじさん、そんなに偉くなってるんですか。そうだ。だから我々の前以外ではおじさんというのは改めた方がいいな。そうみたいですね。気をつけます。日々の鍛錬のおかげだな。
ミードックの町ですね。そうだ。夕日が差して綺麗。ここは隣国ランドックとの玄関口にあたる町だ。こんな状況じゃなければゆっくり見て回りたかったです。任務の。ああ、こちらこそ。ちょっと、もうちょっと静かに起き上がってよ。びっくりするでしょ。ああ、ごめんごめん。まったくもう、あまりに遅いから起こしに来てあげたのに。もうそんな時間。とっくに朝。ビクトルさん、もう先に出ちゃったよ。そうか。そうか、じゃなくって。ほら、急ぐ急ぐ。よし、支度するか。じゃあ、外で待ってるから早くしてね。相変わらず、寝顔可愛いんだね。年上をからかうな。いい。準備できた？待たせて悪かった。ビクトルさんは西の門で待ってるって。西の門か。じゃあ、行こう。うん？<音楽>
こうして…ああ、やっぱりダメか。あれ、お客さん、天才美少女クリエイターのウェルチちゃんにご用ですかな。っていうわけでもなさそうね。ちょうどよかったわ。ちょっと頼まれてくれない？もう少しで調合が成功しそうなんだけど、あと一歩なのよ。必要なものの目星はだいたいついてるんだ。はい、このメモね。ほら、ボサッとしてないでちゃっちゃと取ってくる。じゃ、よろしくね。実験の再開よ。やったー、成功よ。これでまた最強無比のアイテムクリエイターに一歩近づいたわ。手伝ってくれた君のおかげだよ。ありがとね。いや、君ならやってくれると思ってたよ。うん、今後ともよろしく頼んだよ、助手一号くん。一緒だ。お待たせしました。遅かったな。そちらの女性は？ランドックの受忍術師、ブルネリ殿だ。ブルネリさんですか。フィオーレ、ブルネリ。フィオーレでいいわ。フィデルです。ミキです。彼女は我が国王陛下からランドック王国の王立受忍研究所への協力要請に応えお越しいただいた受忍術のエキスパートでいらっしゃる。ランド
ドックの樹院研究所。すごいです。全世界の術師の憧れですよ。そんな大したもんじゃないけど。いや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 、すごいです。ビクトルさんの用事ってこのこと？ああ、ブルネリ殿をお迎えし都までお連れするのが任務だ。お互い先を急ぐだろう。詳しい話は歩きながら話そう。我が国は現在隣国トレクールと交戦状態にある。それは噂で聞いたことあります。戦況は芳しくなく、国境付近から援軍の要請が中央に届いている。苦戦してるんですか？未確認の情報ではあるが、敵は新開発の強力な兵器を準備してきているらしい。新兵器？どんな？高度な樹院術以上の破壊力を持った遠隔攻撃が可能な兵器ということだが、正直よくわからん。正体不明の新兵器、うさんくさいな。苦戦しているのも事実なら、現地の樹院術師に原理が解明できていないのも事実だ。だから私が呼ばれた。我が国は東の隣国ランドック王国とは良好かつ親密な関係を維持している。今回の新兵器の解明に大陸で最も進んだ樹院研究機関を持つランドックに協力を要請したのだ。なるほど、状況は理解しました。成長は戦いの糧だ。勉強勉強。Thank you.
まだ強くなれる。
急ごう。勉強勉強。進むのみだ。鍛錬のおかげだな。ウィンドブレード。なんと超完璧に近い勝利だ。被害は最小限、問題ない。勉強勉強。国一番の都だというのに静かね。ランドックとは随分違う。王城に案内する。ブルネリ殿、宿も取らずに恐縮です。あ、ご一緒いただけますか。では。
先生。相手を倍にしてもいいから、なんとかしろ。戻ったのか。ご苦労。ランドック王国よりブルネリ殿をお連れしました。それと父さん、なんでこんなところにお前たちがいるんだ。スタールがエイタロンに襲われたんだ。一度は退けたけど、このままではきつい。国から援軍を派遣してほしくて陳情に来たんだ。そうか、事情は分かった。じゃあ。だが今は援軍は出せない。帰って戦いに備えろ。父さんに何の権限があって。父さんはやめろ。陳情に来たのなら立場は後人だろう。ブルネリ殿ですな。遠方からご足労いただき、心より感謝を申し上げる。現在我が国は西方の蛮族国家の侵攻を受けており、残念なことに戦況は芳しくありません。聞いているわ。レスリア全軍をもって反攻の予定が立っており、すぐにも出立となります。お越しいただいてすぐで恐縮ですが、ブルネリ殿には我々にご同道いただきたい。ええ、いいでしょう。ビクトル、悪いがお前には後方の安全確保を頼む。ひとまず部下に号令をかけ、出立の準備をしてくれ。了解。どうしよう。帰るしかない。スタールに戻るんだ。村へ帰るのか。ならばダカーフサンドを通れ。そちらの方が近道だ。ごめん。